アンガムデートは、ナウルの祝日の一つで、毎年10月26日である。ナウル語でアングムとは、歓喜、祝賀、すべての苦難の征服、目標の達成、帰郷を意味する言葉である。1896年ナウルの人口が、民族の存続に必要とされる1500人を、下回り、ナウル民族が消滅の危機となったことが、 これまでに第一次世界大戦後の1932年と第二次世界大戦後の1949年の2回あった。どちらの時にもナウルの人口は1500人を回復し、その日がアンガムデーとして祝われた。1回目のアンガムデーは第一次世界大戦の直後にあった。1919年第一次世界大戦終了により、ナウルを含む南太平洋の格闘は、 ドイツ帝国の統治から離れ、ナウルはオーストラリアニュージーランドイギリスが委任統治を行うこととなった。オーストラリアのクリフィス巡将が人口調査を行った。後に現地の州長との会合でナウルの人口が民族の存続に必要とされる1500人を下回っていることを告げ、将来人口が1500人に達した日をアンガムデーとして祝日とし、 これを記念してそれ以降毎年祝うこと、1500人目の赤ちゃんをアンガムベビーと呼んで記念品を送ることを提案した。その13年後の1932年、ナウルの人口は1500人に達した。1500人目の赤ちゃん、アンガムベビーは10月26日に生まれ、この日をアンガムデーとして祝うこととなった。1943年、第二次世界大戦中、 ナウルは日本が占領した。1201人のナウル人がトラック諸島に避難したが、戦後、ナウルに戻ってきたのは737人であった。ナウルに泊まった約600人のうち、生き残ったのは約400人で、再びナウルの人口は1500人を下回った。ナウル民族を消滅させないため、再びアンガムデーが設定されることとなった。 1949年3月31日に、ボエチックに生まれた子供が1500人目の赤ちゃん、アンガムベビーとして祝われた。しかし、この日は正式な祝日にはなっていない。ありがとうございます。